はい、こんにちは、レトスの大野です。7月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。短期口座の値上げまであと数時間となりました。今日の夜中の0時を過ぎると値上げになります。なのでお申し込み、ご希望の方は、本日の23時59分ですね、までにお申し込みいただければと思います。短期口座では法律知識ゼロからたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいます。もしあなたが少しでもこれまでに勉強したことがあるというのであれば、この合格した方よりも一歩も二歩も前にいるわけですよね。つまり今からでも逆転合格は十分可能です。逆転合格するためには効率よく要領よく勉強する必要があります。覚えるべき部分は覚えて、理解すべき部分は理解する。これを間違えてしまうと一向に点数が伸びません。短期講座では問題集を進めるだけでこの丸1と丸2が必然とできるような解説にしております。だからこそ弊社の問題集を進めるだけで3ヶ月で一発合格できたんですね。今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指しているっていう方はお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 B は A に対して B 所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、 A は C と売買契約を締結した。 B が追認しない場合でも C が A に代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、C は直接 B に対して所有権移転登記の請求をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸です。B が本人、A が代理人、C が相手方という状況で、今回 C に与えられた代理権の範囲っていうのは賃貸借契約なんです。にもかかわらず売買をしたということは、これは代理権の範囲を超えてますよね。で、相手方については、代理権があることを信じて、そう信じるについて正当な理由がある。これは言い換えると善意無過失なんですね。よって C は表権代理を主張することができると、まあ、いうことです。で、表権代理が成立するということは、契約っていうのは本人 B に帰属するんですね。つまり、契約の責任を負うのは B だということです。つまり相手方 C は本人 B に対して契約通り所有権移転登記してくださいと、直接所有権移転登記の請求をすることができるということですね。表権代理が成立するということは契約自体有効になるから、相手方 C は契約通り所有権移転登記してくださいと本人に請求することができるということです。で、問いにですね、売買依頼を受けた宅建業者が一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは一般売買、専任売買、専属専任売買のどれかっていう問題ですね。まあ、全て選べという話なんですけれども、答えは、専任売買と専属専任売買のこの2つですね。そして一般売買契約っていうのは指定流通機構に登録する義務はないんですね。ただし一般売買契約であったとしても、売買契約書に指定流通機構に登録するかどうかは記載しなければいけないんですよ。つまり指定流通機構に登録しなかったとしても、指定流通機構に登録しないっていうことを記載しなければいけないんですね。この点引っ掛けパターンなので絶対に覚えておきましょう。で、問い3ですね、開発許可についてです。市街化区域において市街地再開発事業の施工として行う5000平米の土地の区画形質の変更行為は開発許可が必要である、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。市街地再開発事業の施工として行う開発行為っていうのは許可不要です。これは開発許可不要の例外に当たるんですね。なのでもう開発許可不要なんだということです。で、ここでは開発許可不要の例外についてはこれ書いてないんですね。ただおそらくお持ちの教材とかまとまっていると思いますので、そちらご確認の上まとめて頭に入れていただければと思います。そして今開講している短期集中実力アップ講座、これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、
全く法律知識ゼロの方であったとしても、一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座に使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になっています。この教材を使っていくだけで、理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり、考え方だったり、答えの導き方、これを解説の中に入れております。なので、これを使うだけで、他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。で、もちろん今現状ある程度、点数取れますと。合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい。そういった方っていうのはもうある程度実力があるんですよね。でも、ここを超えられないんですよね。この合格点までいかない。これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても、弊社の短期講座の教材を使っていただければ、さらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり、多少ミスをしたとしても、合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で、一方で、ある程度勉強している方であったとしても、理解学習ができていないと、どれだけ勉強しても実力上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから、自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないといつまで経っても点数って伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない。これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら、弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集をどんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても、理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げて、できるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない。もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば、合格できる確率も非常に高まってきますんで。もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。そしてこの短期集中実力アップ講座の具体的な内容についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できることそして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。